ていうと、これからちょっとパーティーバッグを持つ機会が多くなります、はい、いろいろとお式に出たり謝恩会に出たりという季節、そんな時にパーティーバッグってあんまり長財布ってなかなか入りづらかったり、そういう時にはこれ持ってってください、はい、こんなにコンパクトなのにカードこんなに入って、ね、コインも入っていろいろと入って、この収まりの良さですからね、はい、もう片手で持っていただけますね。はい、こちらも大人気頂戴してます。6090円でご紹介。お値段も嬉しいですよね。そうですね、非常にお得になってますね、はい、イタリア製の革ですからね、はい、はい、51% お買い得に6090円、548687とご指定ください。さあ、そしてこれずっと大人気を頂戴しております548681ギャリーズイタリアンマルチカラーロングウォレットご紹介でございます。メーカー等希望小売価格25,200円のお品が12,600円でございます。でこちらはカラーがオレンジ、ネイビー、ベージュとご用意しているんです、はいけれども、いずれも着物のようなね、そうですね、ちょっと紡ぎのような柄なんですけども、はい、これも立派なイタリアのタンナーさん でこちらも、はい、非常に有名なタンナーなんですけども、はい、メルディアーナ社といいまして、はい、こういったこう型押しの技術が非常に高いんですね、はい、なのでヨーロッパのブランドなんかでも非常にこう取り上げられるような革屋さんになってますね、結構有名どころのブランドがこのメリディアーナの革を使っているという ね、はい、そうですね、お話をよく聞くんですね、はい、メリディアーナのイタリア産の革を使用して作っているのがこちらのイタリアンマルチカラーロングウォレットでございます、はい、メーカー等希望小売価格が25,200円のお品が QVC プライス、これも半額です、はい、12,600円。こちらもお電話たくさんいただいてます、ありがとうございます。これ毎回ねたびたびご紹介しているのでずっと気になってくださってた方も多いのではないでしょうかね、はい、でこちらが本当に一つ一つ元々の牛革にまず型押しして色をつけて、はい、で一つ一つ仕上げてますね。そうなんです。ちょっとこちらベージュでございます。これがベージュのカラーになっております。見てください、大島紬みたいな。そうなんですよ、ね、でこれなんでかっていうと、この型押しをして色をつけて、一つずつハケでこう色をつけてってるんですね。はあ、なので一つ一つが全部オリジナルになってるんですね。まずは革がありました、はい、そこにこれ革、ちょっとこの型押し見ていただきたいんですけど、はい、縄目模様のような型押し。そうなんですよ、もう遠目から見ると少しメッシュのようにも見えるような型押しなんですけども、はい、独特の型押しの上にカラーを乗っけて、ここにカラーを乗せてる、はい、でさらにこういった緑だったり少し濃いブラウンだったりっていう、ね、かっこいいですよね、はい、そうなんですよね、この渋い感じがイタリアっていうとなんとなくクリアなビビッドなカラーを思い浮かべるんですけど、はい、そうでもないんですね。そうですね、こうやって落ち着いた感じのカラーになってますね。さあそれでは今人気いただいているのがネイビーなんですけど、はい、すみません今ちょっと手元がですね形違いのものしかご用意ございませんで、すいません、これ次ご紹介する形なんですけど形はこちらです、はい、でも色はネイビーはこちらになります。これがネイビーの色でございます、はい、こちらの形、これは次にご紹介する。このネイビーの色も色だけちょっとご覧くださいませね、はい、ネイビーの色も本当に錦の帯みたいな。そうなんですよ ねブラックとかホワイトとか非常にこう繊細なカラーになってますので、はい、これ男性でもいいと思いますね。そうですね、こういった形のものでしたら男性でもモテますよね。これがネイビーの色になる。これ形は次のもの。さあそして、オレンジ、はい、ご覧いただきましょう、はい、オレンジもまたいい発色ですよね。そうなんですよね、こちらもパープルだったり少しベージュを入れたりとかですね、綺麗だわ、甘くなりすぎない感じのカラーになってますので、いいですね、はい、でこれ中の色もやっぱりそれぞれ違って、そうですね、こちらはオレンジはこういった綺麗な朱色のような。そうです、ね、でさっきのネイビーも中はこれ中の色もさっき一緒ですかね、はい、こちらパープル系ちょっと形違いですけど、はい、ラベンダーですね、中の色はこういう色になります。これ形違いますけど、はい、ネイビーの中の色はこういうラベンダーの色になっております。はい、すいません申し訳ございません。じゃちょっとこの形をオレンジでご覧いただきましょうか、はい、これ本当に革が柔らかい。そうなんですよ、非常にこうなめし方がやっぱりこうレベルが高いというかですね、手なじみがよくて、はい、でホックが2つでたくさん入れた時も便利。さらにこれポケットがまず表側にこんな風に1つついてますね、はい、でさらにそこにはカードを入れていただく部分が2つ、はい、でこれ中はお部屋が3つ分かれてまして、こちら側にはここでカードが4枚入れていただきます、はい、そうですね、反対側にはないんですけれども、で今度こちら3つのうちの2つのお部屋にも4枚入れていただけます、はい、なので合計カードは 1,2,3,4,5,6,7,8 あとは9、10枚、はい、ここだけで10枚ですね、10枚、さらに真ん中はコインを入れていただ
ただきます、はい、で開けるとこのコインケースの中にまでそうなんです、カードが1,2,3,4、はい、なので合計14枚、そうなんです、ここはですねお客様からやっぱりリクエストがあって、たくさんやっぱりカードが多いので、もういくらでも作ってくれということで、いいですね、はい、これ L 字で開きますね、はい、コインケースL 字でババッと開きますから、はい、でアコーディオンのように、はい、うわーっと開くのでこの収納力ですよ ね、 そうなんですよね、あとごめんなさいカード入れここにもあります、はい、開いたところにもこちらにもカードが、はい、なので